さっきもギリギリまで書いてたメグクラブのね、書いたやつ。恋サロンのきっかけね、恋サロン作ったきっかけ、皆さん覚えてる人もね、たくさんいるかもしれない。いつもこの話するから。恋サロンって2017年の3月からやってるんですよ。で、2017年の2月にスーパースターの武道館があったわけ。皆さん行きました？行って、あの時声かけてくれた人もこの中にいっぱいいるかもしれない。もうね、私はメグクラブの人で、あの、いつも私の発信を読んでくれたり、好きだからメグクラブにいてくれてるから、安心して、あ、メグクラブですって言ったら、もう、ありがとう、ありがとう、会えたね、みたいな感じでやってた。で、あの武道館ね、スーパースターのファンが来るでしょ？あの時6000人ぐらいかな。いて、まあ私、グッズのね、デザイン担当させてもらって、で、あの時もね、なんかふざけってメールしてる時に、なんか玉ねぎの顔描いて遊んでなんかやってた時に、それがいいってなって、遊びながらできたデザインね、もう一発書きみたいな感じで、え、タオル？じゃあこうしたらとか、なんかいろいろねやってて、なんか自分がその武道館グッズ作ってるっていう気合も何にもなく、プレッシャーもなく、ただスーパースターと二人の間でやってた遊びみたいなのがグッズにさせてもらった。で、武道館の前日、いや私東京行くのも緊張するなって思ってた時に、あのスーパースターがね、まあいろいろあなたにもお世話になりましたね、明日はあなたのグッズがいろんな人の目に触れる日だよねって言ってくれた時に、初めてね、あれ？あ、そういうことなんだと思って、全然こう現実感なかったわけ。2人のこう LINE のやり取りでのメッセンジャーかな、なんかそのなんかやり取りの記憶しかなくて、あのグッズって売られるんだそういえばっていう、なんか現実感があまりないまま武道館に着いた。もう新幹線乗ることでもうめちゃめちゃなんかこうエネルギー使ってね来ました、ハカハカして。で、メグクラブの人たちに会ったのはあったんだけど、その前からいろんな人に声かけられましたよ。ねえ、私はね、普段もう地味な生活してるでしょ、皆さんご存知。家とね、ご近所のスーパーの往復しかしてません。あと家族と会うとかね。あとはもう本当にファンのね、人たちと会うスナックで交流したりしてるわけ。大勢の人と会うっていう機会がないんだよね、もともと。だから、その東京に行って武道館の武道館まで行く前にもスーパースターのファンに会うわけ。あ、メグさん、全然知らない人から声かけられる。あれ、誰だっけっていう感じで、スナックの人かなとかね、いろいろこう考えたりして。で、中にはね、誰あの人、あ、なんか知ってる、なんか認定講師だっけとか、もう目の前で聞こえてるから。そういうことがね、全然慣れてないでしょ。皆さんもそうじゃない？なんかこう道歩いててさ、通りすがりに、ちょっとあの人さって言われることありました、今まで。もう私初めてそれ体験した時に、なんかちょっと怖くなっちゃったんだよね。知ってる人は、あ、めぐちゃんってこんな感じ、親しみあるっていう感じで近づいてくる人わかる。でも、え、誰っていう目線ね、あれ初めて体験した。もうそれでね、なんかもう疲れちゃってね。で、ホテル戻ってね、私ゆうちゃんと喋ってて泣いたんですよ。なんかよくわからないまま、なんか涙が出てきて、なんかこう人見知りしない私なんですけども、向こうからなんか全然知らない人が近づいてきて、誰だっけって言われる、ちょっとね、なんか人として扱われてないような感じが勝手にしちゃって、
や、そうではないんだけども、とにかくびっくりした。びっくりして、で2月はね、まあまあ疲れちゃって、あのスナックもやらない、あのセッションも受け付けなかった。もう仕事ゼロの月にしてた。ちょっと休もうと、休むのはいいと思ってたのね、その時ね。で一切人と喋らない、声出さない、あの家族とちょちょちょっと喋るけど、自分のその武道館で起きた後の気持ちのこう変化とか、本当は誰かに聞いてもらえばよかったんだけども、一切喋んなかったの。そしたらたまるね、もうぐる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 毎日そのこと考えて、いや私なんかこの仕事向いてないかもとかね、なんかこう誰でもいいからって広まったら嫌だなとか、本当に私のこと知ってる人に、私の思いが分かる人に伝える仕事したいなとか、人気があるってどういうことなんだろうとかね、いろいろ一人でもぐる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 考えて、本当にもうなんか誰とも喋りたくないっていうような感じになってきた。誰かマイクオンの人いますね。マイクオフにしてくださいね。それで3月のね25日、ゆうちゃんがね、カラオケ行かない？いつもね月に1回カラオケ行ってたの。月に1回会う日を設けてカラオケ行ったりランチ行ったり、めぐちゃんカラオケ行かない？って、ちょっと武道館のさ打ち上げやろうよみたいな。で私武道館に行ったその日はね、もうお腹痛くて何にも食べられなかったのね。でゆうちゃんせっかくゆうちゃんと一緒にいたのにご飯食べに行ったけど、私はもう全然食べれなくて、ゆうちゃんだけがこうご飯食べた。私なんかスープかなんか飲んだのかな。それで打ち上げ的なこともできなかったから、もうめぐちゃんやらないって言ってくれて、あじゃあちょっと今元気ないけど行くっつって行ってね、カラオケ行きましたよ。カラオケでね、なんか声出しただけで、その今まで体とか気持ちにダメージあったのが一瞬で消えたのね。もうあの時のことね、今でも忘れられない。あれ今まで何だったのっていうくらいめちゃめちゃ元気になった、その日に。バーッと。で私驚いてゆうちゃんにね、私めちゃめちゃ元気なかったけど今日声出して、ゆうちゃんと話す話もずっとおふざけね、何の意味もないこと喋って、アホなことやって騒いで笑ってた。笑ったの久しぶりっていう感じで、その時にね声出すだけでいいと思ったわけで、家帰ってすぐに声出すのいいなってずーっとね、その喜びをこう感じたまま、私に起きたこのね変化をすごい感動してた。いや私声出す場をねちょっと作ろう。あなんかネットワークがあれでちょっと切れちゃいましたね。今はい直します。ちょっとごめんね、切れちゃってる今録音したままですけども、ちょっと一回、ちょっとネットワークがつながってません。よかった、どこまで喋った。あ、そう、そのね声出せばいいって分かった瞬間、もうなんか本当にこれなんかやらなきゃと思って、すごいね声サロンっていうの作ろうと思って名前考えてね分かりやすいじゃないそれですぐ募集しましたよ、3月から。で3月にね、何人ぐらい来てくれたのかな、10人ぐらいいたかな、15人いたかな、何やるか分かんないけど来てみたよっていうメンバーさんいた。ゴールドゼロ期みたいな感じでねいましたよ。その時ゴールドもやってない。声サロン、何声サロンって何って今声サロンといえば大体みんなね、私のブログの読者さんだったら分かってるメニューですけれども、あの頃はね声サロンじゃない、声のサロン、何っていう感じでもね、どうしても、ね、やりたかった。みんな声出すだけでいいよっていう、この引きこもりがちなね、このフニャメンタルの人たち、ハカハカしやすい人、うつうつしやすい人、ぐるぐる思考になりやすい人、
声出せばその後なんとか浮上していくからっていう、これがやりたくて声サロンを開いて、開催を続けてみた。でやっぱりね、あ、やっぱりめぐちゃん元気になったよっていう声がね、最初の声サロン1期目からねあったので、やっぱり手応え感じて、あ、やっぱりみんな元気になるよねって、私なんか自分みたいなふにゃメンタルな人が元気になる活動っていうのをしたいと、いつも思ってるんですね。まあそのうちの一つのこの声サロン、声出せばなんとかなるよみんなっていう、そうじゃない？最近みんな声出してるかな？で私もね、最近で言えば席が出て一気に不安になったのを、すぐさま声サロンをカオリン開いてくれてたのに乱入させてもらってね、ペラペラ喋ってるうちにね、あんなこともこんなこともみんな証拠はね、いやこういう場合もあるよ、私の時もこうだったよってみんな出してくれたじゃない。それで私もね冷静になれたわけよ。あれよかったね、みんなありがとう。なんかそうじゃない、みんな声サロン開催してみた人、まだ怖くて開催してませんっていう人も誰かの声サロン聞いて、あ、私だけじゃないんだこんな風に悩みあるのっていうのを、声サロンから元気もらってませんか？ね、だから月1声サロンっていうのは月に1回のトークショーってあげてますけど、みんなが声サロン開催できますよっていうのは、そういう体験一回してみて自信になるよっていうね、私の思いが詰まっておりますよ。じゃあちょっとみんなにも話聞いていこうかな。ねえ、声サロン昔から入ってくれてる人います？この中にもいるんじゃない？最初からね、いてくれる人もいる。あ、誰と喋ろうかな。これね、緊張するやつね。みずきちゃん、あ、みずきちゃんちょっと忙しかった。あ、おはよう。おはようみずきちゃん。今声サロンこういう風にできたんだよっていう話ね、何回もしてる話ね。みずきちゃん、改めて聞いてどうでしたか？武道館も行ったし、声サロンゼロ期かな。あ、そうだね、どっちも思い出しながらそうだよね。みずきちゃんだってメニュー作るときにいろんな思いがあるわけでしょ？そうだよね。でも自分のね、から、もう同じ気持ち、悩みを抱えてる人に届くような、思いを、そうだね、そう、自分に置き換えたらそう、声にして、そうだよね、その自分の作ったサービスとかメニューっていうのは並々ならぬなんかポジティブな思いがあるっていうね、それはみずきちゃんが子供、そうか、みずきちゃんにとって子供、あ、そうかもね、メニューとかサービスってそうかもしれないね。でやっぱりさ、その子供を産む時の気持ちっていうのは、みずきちゃんがなんか過去があって、あるきっかけがあって、今こういう風にポジティブな変わり方したっていうのがあるんじゃない？そうだよね、今みずきちゃんもメニュー提供してるのあるじゃない、ファッションロジックのなんかねあるじゃん。それもみずきちゃんが自分がなんか前とは違う、今こういう自分になれたのはあのきっかけがあったからだって、きっかけがあって作ってるわけだもんね。まあ私で言えば武道館、まあ引きこもりのね、私がそんなにもう大勢の人と関わったことのない私が武道館に行った時、めちゃめちゃなんか落ち込んじゃって、その後声出してみた体験がすごく良くて、
声出せばいいよっていうカラオケぐらいの勢いで来てっていうのが月一声サロンの始まりね。みずきちゃんどういうきっかけがあったのかな。私うん、うん、そう、みずきちゃんあるでしょ。おじさんの時は本当にもう子育てに悩みまくって、うんうんうん、でも何とも認められてなくて、うんうん、何が認められてなくて、悩んでること自体も出ていなくて、気づいもうなんかな、そうなんですけど、あらー、かわいい、なんか思い出したのね、あの時のことね。うんうんうん、そっかそっか。私はあの家族とバランスよくやってますよみたいな感じでいたくて、うんうん、あーそっか、すごいこじらせてて、うんうん、本当に声サロンと一緒に、うん、なんだろう、成長させてもらって、うんうんうん、うん、ああそうだったんだ。みずきちゃん子育てにめっちゃ悩みまくってて、でも表向きは私バランスよくね、家族ともやってますんでっていう自分を見せてきてたから、ちょっとこうこじれてた、うん、ああそうなんだ。そのみずきちゃんがね、今ね、自分なりのサービス提供する側になってね、その今のファッションロジックの、あのファッションのメニューを作ったきっかけっていうのは、こうみずきちゃんの中でどういう自分からどういう自分に変化があったわけ？そう、やっぱり子育ても一緒で、うん、ファッションのことも、うん、やっぱり体型とか体調が変化する中で もう大混乱だったんだよね、今。あ、そうだったんだ、うんうん、コミュニケーションのこともだし、うんうん、ファッションのことも大混乱で、うん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 、でも自分なりにそう好きな服も着たいし、うん、やってたけど、うんうん、それもだから悩んでるって言えなかった。あ、ファッションどうしたらいいか分かんないってことが分かんなくて、うん、あ、そうだったんだ。いや、うんうん、ファッションで、ファッションロジックは、うん、本当にあのファッションが苦手な人でも分かる、うん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 、結構応用編が多いんだけど、うん、世の中にある情報っていうのは、うんうんうん、でもファッションロジックは基本から、うんうん、なんか本当に言われたら当たり前なんだけど、うん、すごく大事で、うん、コツコツ積み重ねていけることだったから、うん、本当に薄皮を重ねるように、うんうん、なんか成果も自分で感じられるようにして、うん、だから私と同じような人にあの届くように、うんうんうん、覚えて発信がメニュー作りをしています、うんうん、ね、Facebook でライブやりますって、やっぱりね、みずきちゃんもいろいろトライしてる、うん、そっか。今ね、こんな可愛いみずきちゃんがね、体型も体調も妊娠と出産でもね変わるし、学生時代はみずきちゃんぽっちゃりしてたって信じられないよね。そういうみずきちゃんが語るこのロジック学んでね、うん、今可愛いみずきちゃんが昔いろいろあの混乱、大混乱してたっていうね、それが整ってきたっていう変化があるわけね。なんとなく世の中には応用編が多いけど、基本から覚えるすごく分かりやすいよとかね、あ、そっかそっか、それもみずきちゃんもコツコツやってき
来て今あのファッションも子育ても楽しんでますよっていう瑞希ちゃんがその過去の自分が変わったことをきっかけとしてね今ファッションの講座やってるねえ、いろんなものでも涙まで出ちゃうぐらいのねそっかそっか、そうだよね、思い出すね、思い出すね、本当にね、これからもずっと瑞希ちゃんも仲間としてねやって声出してくれてね、もうちょいちょい泣いてますよ瑞希ちゃんこのなんか私ちゃんとやってますからっていうこのプライドがあったんだよっていう瑞希ちゃんが涙出しながらさ、可愛くない？もうなんか共感しちゃうよね。泣けなかった、うんうん、あ、そっかそっか、人前でね泣けなかった瑞希ちゃんが声を震わせながらね、あのやっぱりさ LINE っていう言葉がすごく便利な分、私たち文字でのコミュニケーション多くなったじゃない、この SNS が便利になってから。 LINE でほとんどもう電話とかちょっとめんどくさい、 LINE で済むじゃんって、言葉だけでね、文字だけでやるようになってから、ちょっと私ね、あ、声出すのもいいよって、やっぱこの原点回帰ね。そうすると瑞希ちゃんの震える声も聞こえてきてね、私も震えるわけですよ、同じところで。うん、そこのやっぱり人が持ってる優しさとか、なんていうの、うまくいかなくて混乱してる時の涙とか、なんかちょっと自分ともこうシンパシー、親近感感じて、あ、この人のことわかるってなったりするじゃない、声聞いただけで。今の瑞希ちゃんの声の情報量たりはすごいですよ。うわ、瑞希ちゃん泣いてるんだってね、心の底から伝わってくるじゃん、こう演技とかじゃないもんね。うん、今までで一番気持ちが乗ったかもうん、これが伝わるんだよね、うまくこううまく言うから伝わるんじゃなくて、その人の思いが乗るっていう、こういう声のね震えだったりするよね。うん、今思い出して泣いてるんだ、私もなんかもらい泣きするとかあるじゃない。うん、ね、あ、それが声サロンの良さでもあるね、声っていうのはこう伝わってしまうっていう、ごまかせないっていうね。うん、あと Facebook でもインスタライブでもね、 Facebook のライブそうだったよね、瑞希ちゃん Facebook でライブ配信する、うん、あれもさ全部出てしまうじゃない、自分があたふたしてたり、こう目がキョロキョロしたり、表情が出たりね、あれもなんかこう人に何かこう伝えるときに全部で伝わってるっていうね。 今会えないから、会えない代わりに私もライブ配信選んでるけども、声よりももっと多くの情報伝わるっていうのがライブ配信かもね。ケンズさんのファッションとか顔とか私も見たいって。あ、そっか、瑞希ちゃんファッションいつもチェックしてくれてる、うん、もう必ずめぐさん今日もかわいいって私なんかね、ほぼほぼ同じファッションですよ、皆さんご存知でした？なんか好きなものが一定してるっていうね、ほぼほぼパフスリーブにあのベルトしてるっていうねそうじゃない、みんなたまに見せるアップヘアとかがすごいドキッとこのマニアックなね視点から言ってますよ、この間のね帽子かぶってるやつね。もう瑞希ちゃんファッションよく見てくれてるからね、あ、今日は麦わら帽子だとかね、あの必ずチェックしてくれてる、ありがたい。こうファッションね好きな方もいる、私のね毎回ほぼほぼ同じファッションでも楽しいね、ファッションね。みずきちゃんありがとう、ね、かわいいね、なんかいろいろ昔のこと思い出して涙してね。じゃあ今日これで終わるけども、皆さんあのおかわりいっぱいいただいてね、今スタッフも合わせた60何人の参加10期ね、まだまだ今今日24日でしょ、あと3日、今日合わせて
3日間ね募集期間ありますので、みんなのペースで考えて、じゃあ来期もおかわりしようかなとか、これ聞いてる方で初めて受けたいなと思う方、じっくり私の配信発信聞いて気に入ったら、ぜひぜひ参加してみてください。じゃあ今日これで終わるね。ありがとう。